テレーザ・マルゲリータ・レディは、カトリック教会カルメル会の修道女、聖人。テレーザ・マルゲリータは、貴族イニャツヨ・レディとカミル・ッタ・パラッティの長女として、アレッツォで生まれた。1756年、ベネディクト会経営の寄宿学校に入り、教師である修道女の生活ぶりを見て、修道女になることを抱いた。生活態度は、他の生徒と変わらなかったが、 キリスト教徒として育った彼女の信仰は揺るがなかった。ある日、応接室から出て聖堂に行くと、私の修道院に入りなさいという声を聞いた。彼女は躊躇したが、それが改革カルメル会の創立者、アビラのテレサであることを知り、修道院に入る決心をした。両親は反対したが、アンナ・マリアの決心を知り修道院に入ることを許可した。 1764年9月1日、フィレンツェのカルメル会に入会し、志願期を経て着衣し修道名を、見心のテレーザ・マルゲリータにした。1766年3月12日、修道所として、総合生願を立てた彼女は、修道院から与えられた職務をこなし、先輩修道所の世話をし修道生活を送った。しかし、テレーザ・マルゲリータの病気は悪化し、 1770年3月7日、22歳で、起点した。その後、彼女の生成の評判が高まり、列腹調査が開始され、1929年7月9日に、列腹され、1934年3月19日には、ピウス11世によって劣勢された。遺体は腐敗せず、ミイラ状態で保存され安置されている。ありがとうございます。